恐竜や中世代の生物の生き残りは代替的自然進化の一般的なテーマである。自然進化は自然生物学や動物に限定した場合は自然動物学とも呼ばれる。自然創作の派生系の一つで生命の進化に焦点を当てた芸術活動のジャンルである。自然進化を取り入れた作品には 地球外の惑星で進化を遂げた完全な架空の生物である場合や地球生命の代替進化に焦点を当てた別の地球史上の生物である場合などがある。科学、特に生物学との強いつながりと基礎により、自然進化はしばしばハード SF とみなされる。自然進化は空想科学小説の中の伝統的な習字であり、しばしば H.G. ウェルズの1895年の 小説タイムマシンには、いくつかの想像上の未来の生き物が登場した。小規模な主弁的動物賞は20世紀を通じて、サイエンスフィクションの特徴だったが、アイデアの発展は、稀だった。エドガー・ライス・バローズの、火星とその生態系は1912年から1941年までの、小説を通じて公開された。ゲロルフ、シュタイナー・ジャールフ、 スタイガーの微行類は1957年に作成された架空の哺乳類の分類群である。現代の自然進化の活動は100を超える架空の生物による完全な生態系を備えた実現しうる未来の地球を探求した1981年のドゥーガル・ディクソンの著書アフターマンの出版から始まったということで一般的に同意されている。アフターマンの成功は ディクソンによるいくつかの続編を生み出し、様々な代替シナリオと未来のシナリオに焦点が当てられた。ディクソンの作品は、その後のほとんどの作品と同様に、実際の生物学的原理を念頭に置いて作成され、それを通じて、進化や気候変動などの現実の生命のプロセスを探索することを目的としていた。教育的及び科学的ツールとして、 死弁進化が使用される可能性は、アフターマンの出版から数十年にわたって注目され、議論されてきた。死弁進化は、現在及び過去に存在するパターンを探索し、紹介するのに役立ち、過去の傾向を未来に外装することにより、科学者は特定の生物及び系統が、生態学的変化に、どのように反応するかについて、最も可能性の高いシナリオを研究、予測できる。 場合によっては、芸術家が創作した架空の生物が現実に発見された例もある。 2012年の本、オールイエスタデイズで芸術家、ジョン・メスザロスが描いた、想像上のアノマロカリス類は、2014年に、ジョン・コンウェイ、コーズマン、そしてダレン・ネイシュラによって、化石に基づいて、タミシオカリスとして存在が証明された。同様の例としては、トゥーガル・ディクソンの新恐竜に登場した、アルブロサウルス類と同様の特徴を備えた、小型獣脚類が後に発見された。 未来、代替世界、または異性の生命体を特徴とする仮想世界の調査は、サイエンスフィクションの長年の手法である。自弁進化の一つを表すものとして、通常を認識される最も初期の作品の一つは1895年出版の H.G. ウェルズの SF 小説、タイムマシンである。八十万年以上先の未来を舞台とするタイムマシンは、美しいがか弱いエロいと、 残忍な猛ロックという形で人類の子孫を特徴づけている。さらに未来へ行くと主人公はカニの怪物と巨大な蝶に遭遇する。ウェルズの後の SF の作者はしばしば同じ性質の架空の生物を創作したが、ほとんどはさほど独創的ではなく発展的なものではなかった。エドガー・ライス・バローズの火星シリーズよりスロートと呼ばれる生き物にまたがる四本腕の 緑色の火星人。イラスト、ジェームズ・アレン・ジョン。ウェルズが初期の四弁進化作家とみなされるように、20世紀の作家、バローズの架空の生態系はまだ範囲が比較的小さかったが、それらは彼の小説のほとんどの舞台であり、非常に前衛的であった。特に1912年から1941年までに、 出版された10タイトルの小説火星シリーズには様々な地球外生命体やいくつかの異なる民族及び火星の文化が登場した。鼻水を使って魚を捕まえる微行類花すすり鼻歩きの偽の白星。1957年にシュタイナーによって創造された微行類は死弁動物学の最も具体的な例の一つである。1930年。 オラフステープルドンは未来史を記述した最後と最初の人間、近くて遠い未来の物語を発表した。人類の歴史を現在から20億年後までにわたるホモサピエンスを最初の種とする18種の人類の種について説明したものである。この本では遺伝子工学の登場が予測されており、架空の集合精神の初期の例である。1五十七年に出版された ドイツの動物学者、シュタイナーの著書、美行類は、ハラルト・シュティンプケ名義で執筆された、架空の進化、生物学、および哺乳類の創造上の分類群の行動について記述された。この架空の多様性に富んだグループは徐々に進化し、列島のほとんどのニッチに適応放散し、生息している。シュタイナーの創造した世界観を受け継いだ風刺論文も出版されている。 1976年、イタリアの著者及びイラストレーターレオレオには、実在の人名や地名についての学術的な形式での言及とともに、架空の植物のフィールドガイドである、平行植物を出版した。平行植物は、作中で、マルコ・ポーロが、フビライ・ハーンに55の都市を紹介した1972年の、イタロ・カルビーノの著書、マルコ・ポーロの見えない都市と対比される。 平行植物はこれらの都市のように、それらを概念化する心の能力と同じくらいリアルで、あると評される。作家デュガル・ディクソンと彼の著書、グリーンワールドに登場するストライダーの模型。四面進化の重要な基礎作品の一つは、1981年に公開されたデュガル・ディクソンのアフターマンである。今日まで、アフターマンは、全世界の多種多様な種を内包した。 最初の大規模な紙弁進化プロジェクトとして認識されている。その重要性をさらに高めるのは、この本が主要な出版社によって出版され、カラー画像で完全に図解されることで非常にアクセスしやすくなったという事実である。そのため、紙弁的な世界全体を作成するというアイディアは、アフターマンにより確立されたとみなされることが多い。アフターマンの出版以降数十年間、 ディクソンは四弁進化作品の唯一の著者であり、アフターマンと同じ流れでさらに2冊の本、1988年の新恐竜と1990年のマガアフターマンを出版した。シュタイナーのビ行類を認知していなかったディクソンは、ウェルズのタイムマシンを主なインスピレーションとして引用し、アフターマンを進化の過程に関する一般書として考えた。 作中の多様な動物をデザインするとき、ディクソンは惑星上の様々なバイオームとそこに生息する動物の適応を見て同じ適応を持つ現代の動物から派生した新しい動物をデザインした。アフターマンの成功を受けたディクソンは架空の例を通して事実上の科学的プロセスを説明する本を書き続けた。新居流は本質的には一般人には 馴染みのない動物地理学に関する書籍で、飛鳥類型恐竜が絶滅しなかった世界を扱っている。マンアフターマンでは、未来の人類の子孫の視線に立ち、今後数百万年にわたる気候変動を探求した。今日、多くのアーティストや作家は、インターネット上で、多くの場合、ディクソンの作品と同じように主弁進化プロジェクトに取り組んでいる。主弁進化は、 フューチャーイズワイルド、プライミーバル、テラノバ未来創世記、アバター及びアフターアースなどの映像作品にも見られる。フィルターフィーダーのラディオドンタルイ、カミシオカリスの全部付属シベ弁進化は主にエンターテイメントとして特徴を付けられるが、架空の例を使用して実際の自然のプロセスを説明するための教育手法として使用できる。アフターマンなどの作品で創作された世界は、 地球上の生命の実際の進化史から推測される生態学的及び生物学的原則に基づいて構築されることが多く読者はそこから学ぶことができる。ディクソンのすべての主弁進化作品は実際の自然のプロセスアフターマンで扱われた進化、新恐竜の動物地理及びマンアフターマンとグリーンワールドの気候変動を通して 環境保護メッセージを発信している。自弁進化のアーティストが後に発見された生物の存在の予見に成功した例もある。ディクソンのアフター版に登場する動物の多くは最もらしいアイデアと考えられており、特殊なゲッシ種類や反水性霊鳥類など一部の動物は最近の生物学研究で補強されている。芸術家、 ジョン・メザロスがフィルター接触性のラディオドンタルとして考案したセティカリスと呼ばれる生き物が2012年と2014年に出版されたオールイエスタデイズの中で紹介された。メザロスの予測に敬意を表して実在するラディオドンタルイ・タミシオカリスはシーシャカリデデイという名前の新しい分類群に内包された。ディクソンの新恐竜は恐竜ルネッサンスなど その時代に発達した古生物学のアイデアに大きく影響された。ディクソンはロバート・バッカーやグレゴリー・ポールなどの古生物学者のアイデアに基づいて生物を創造し恐竜の実際の進化史に見られるパターンを使用してそれらを極端化させた。おそらくそのためこの本に登場する動物の多くは後に発見された実在の中世代の動物に似ている。 その中の恐竜の多くは羽毛に覆われているが、新恐竜の出版時点では、羽毛恐竜は広く受け入れられていなかった。日本の歯から知られるドロマエオサウルス類の仮説的な生態復元。その外見は近縁な属から類推される。一般化されたスピノサウルス類の形態及びユニークな色のパターンを持つンシ進化、シノプリオサウルスンシ進化は、 現在および過去に存在するパターンを探索し、紹介することに役立つ。また、未来と地球外生物の生活の形態について仮説を立てるのに役立つ側面がある。科学者は過去の傾向を未来に外装することにより、特定の生物や系統が生態学的変化に、どのように反応するかについて、最も可能性の高いシナリオを調査および予測できる。そのため、 自面進化により、作家や芸術家は未来について有用な仮説を立てることができる。一部の科学分野では何が研究されているかを理解するために推測が不可欠である。古生物学者は自然のプロセスと生物学に関する独自の理解を活用して発見された絶滅生物の外見とライフスタイルを理解する。 例えば、オールイエスタデイズとその続編オールイアエスタデイズは、回収された化石材料のいずれとも、明確には矛盾しない、実際の戦士時代の動物の非常に推測的な表現が探求されている。オールイエスタデイとその続編のために行われた推測は、ディクソンの死弁進化作品と比較されたが、その目的は、全く新しい生態系を設計するのではなく、恐竜や、 その他の戦士時代の生き物の現代の保守的な認識と考えに反抗することだった。この本は従来の古生物アートを超越し、戦士時代の生物の描写がますます主弁的になるように現代の芸術運動を刺激した。さらに架空の生物の進化の歴史は生物学教育の道具としても使用されている。ジョセフ・ H ・キャミンにちなんで名付けられたカミナルキュールは、 動物のような生命体のグループであり、系統学を理解するためのツールとして発明された77の現存する化石種で構成されている。カミナルキュールの分類は、ドラゴンや宇宙人のような他の架空の生き物と同様に、進化論や体系学の概念を教えるための類推として使用されてきた。四面進化はしばしば博物館で展示される。例えば、アフターマン及び、 フューチャー・イズ・ワイルドは、博物館展示という形式で発表され、独自の架空の未来の生き物を使用して、生物学と進化の原則についての教育に利用されている。これは2015年のフランスの書籍、驚異の未来生物、人類が消えた1000万年後の世界も同様で、ベルギー王立自然史博物館に登場生物が展示されている。自然進化には未来生物を扱う。 未来進化、別の歴史を辿った進化を扱う代替進化、地球外生命体を扱う異性進化が海分類に存在する。以下の作品も多くはそのいずれかの側面を持つ。ありがとうございます。